ニメティックナイト。CBC ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。地元名古屋出身のアニソンシンガー朝香です。土曜の夜、朝香とホタテとしませんか？うわー、可愛い子の前でこういうことやるのすっごいなんか心が傷つくということで、今日のオープニングコーナーこの方から、あーコーナーちょっと息切れが、すごい喋っちゃった、息切れが喋ってるし、しかも呼ばれる前に喋っちゃったあまりにも突っ込みたくなっちゃった突っ込みたくなっちゃった。もうこの大好きな方からリクエストいただきました。登場してもらいます。どうぞ。はい、伊藤美久です。よろしくお願いします。美久が遊びに来てくれました。何を突っ込みたかったの？いや、そう、ちょっと私がね、あのオープニングのねリクエスト、あざとくお願いしますって、今回ねアルバムのリード曲のビームユーが結構あざとかわいいみたいなことだから、それをなぞらえてもらったんだけど、うん、どうだった？なんだろう、わかんないけど、ちょっとオタク女子みたいなあざとくだった。あのオタク女子がキュンってしてる感じにすごい聞こえたからね、めっちゃもう朝香ちゃんのまんまかもしれないって思いながら聞いててまんまの、もしかしたらキュンってなったらこうなるのかなって朝香ちゃんの中にあるあざといはこれなんだって思っていや、私さ、あざといからほど遠い人間だから、あざといってなんだろうってそうね、確かになんかさ、小悪魔っぽい感じ、なんかちょっと確かにこうイメージとは違った違ったね。今その話踏まえて聞くと全然違ったなって思う。あら恥ずかしい。それがめちゃくちゃね、ラジオでは伝わらないですけど、ちゃんと手とかも動きつけてやってくれてたから、そこまで見られてたら私やっぱりこう身振り手振りでね、ね、あざとい感じが降ってこないかなと思ってもうそれがめっちゃ伝わってきて、それを見ながらだったからすごい面白かった、うん、それ突っ込みたくなるよね突っ込みたく、喋っちゃった、ちょっとごめんなさい、かわいいということで、2020年最後の放送は声優で歌手の伊藤美久ちゃんが遊びに来てくれて一緒にお届けしていきます、はい、お願いします。さらに今夜も1月27日にリリースするニューシングル She's the Day のカップリング曲パーティーフィーバーナイトを初解禁しちゃいます。最後までみんな聞いてね、お楽しみに。それでは土曜の夜の30分、朝香とおたかつしましょ。今日のゲスト伊藤美久ちゃんです。はい、お願いします。前回来てくれたのが今年のリモート、リモートだった、5月とか6月とか、ね、あ、台本に書いてあるっけ。本当だ、1年半ぶりだ。めちゃめちゃ書いてあった。1年半ぶりにスタジオに来てくれてますそっか、あの、うん、戦隊ものを熱く語ってくれた時だよね、うんうん、あ、そう、あれは1回目、1回目、あれちょっと2回目の記憶確かにないねあれ、あ、そうだ、2回目すごい距離が縮まったっていう話だ。2回目の時に私朝香ちゃんの顔好きかもって言ってくれたんだよ。あ、そうそうそう、私そこだけ切り取って送ってもらったの、ディレクターさんにそう、 LINE で送ってくれたの。そう、気づいたの、気づいたの、うん、朝香ちゃんの顔が好きだっていうことに気づいたの。いや、ここだけずっと10回ぐらい聞いて、ええー、わーってそうだ、その回だ、仲良くなった時だった。いや、そうだそうだ、懐かしい。もうそれから何年も経って、そう、だいぶもうね、一緒にさ、兄様のコメンタリーやったりさ、うん、そうだよ、いろんなところでね、一緒になることが多くなったね。嬉しいことが多くて、いや嬉しい、うん、今回もねリモートじゃなくてこうやってスタジオにね、そう、来てくれて嬉しいです。ありがとう。よかった。しかも今年最後でしょ。そう、年内最後の放送、年内最後の放送、あー、ふさわしいゲストだわ。やだ、ありがとう嬉しい、なんと呼んでもらえて。よかった。え、ミックはさ、うん、今年いろんなアニメ出てたじゃない。 ありがとうございます。そうね、だって音楽活動もやってたのに、うん、その軸となってる声優業もちゃんとされてて、いやー、ほんとありがたいことに、本当にすごいなっていつもツイッター追っかけてたよ。いや、ありがとう。そうね、テレビアニメとかも結構ね、あの、うん、ゲームからアニメになるものとかもあったりとか、うんうんうん、そうなの、すごいね、ありがたいことにいろいろ出させてもらえて、うん、なんか個人的にもこの1年はすごくね、いろいろね、我慢しなきゃいけないこともある1年だったけど、ね、うん、充実してた1年ではあったかなって、濃かったなってすごいね思う1年だったかな。確かに、こ
ったかもね。だってなんかカードとか出ちゃってさ、トレーディングカードとか出ちゃって、私ね手元に今あるんです。そう、私もそれ見えて大きいバインダー持ってるなって思って。ミックスミックありがとう。誕生日に発売されたやつだよね、確か。そう、10月に。そう、そうなんだ。あー、かわいい。これはもう手に取ったとしか味わえない幸福よ。しかも結構揃ってるんじゃないですか。あ、これ揃ってる方なの。結構すごくないですか。ワンボックス分は。ありがとうございます。これなんかさ、キラキラしたカードがあるんだけど、これはレアっていうことでいいの。そうなの、レアカード。キラキラしてるのもレアだし、そこにサインが入ってあるやつとかもあるんだけど、うん、サインが入ってるやつなの。それ、サインが入ってやつ当てました。当たってない。じゃあそこにはないかもしれないけれども。すごい。があったりとか。待って待って待って、私初めて見るミックのちっちゃい頃。あのちっちゃい頃。10代の頃ね。10代のミック。そう、10代ミック。カードに入ってるよ。そう、あのいろんなバリエーションで撮ってて、1個メモリーっていうやつで、今まで SNS とかブログとかで上げてたやつ、うん、で思い出深い写真をカードにしてもらって。本当だ。なんかこう衣装を着てスタジオで撮ってるミックと、普通にこう自撮りとか、そうそうそう、携帯のお写真で撮ってるミックもあって。そうなの、いろんなミック見れていいね。ちょっと朝香ちゃんのお気に入り。あ、もう私ね、決まってるの。え、決まる。もうあのお誕生日の時にツイートしてた動画、うん、あったでしょ、ツインテールして、うん、もうあの時から私の胸は言ってる。言ってる？このミックが好き。本当？でね、食べ歩きのやつ？そう。初めてねトレーディングカード見たから。やった。改めて写真で見ても、かわいい。ありがとう。え、なんで食べてるだけでこんな絵になるの？可愛くない？私だって食べ歩きしたらもっと男らしさ出ちゃうと思うもん。食べてるもんはそんなに可愛くないよ。カレーパンとかビールとか焼き鳥とか。本当あれ不思議だ。なんかちょっとおつまみ系の、これ餃子とか、これ。いや、そうそうそう、餃子と焼き鳥、ね、焼き鳥。小籠包とか食べてたりして、全然ね、なんかタピオカとか飲んでないの。本当だね、これやっぱすごいよ。だって食べ物さえも可愛く見えても原宿にいるんじゃないかと思ったよ。原宿感出てた、商店街だけど。そう、すごい。やった、ありがとう。なんかね、私すごい個人的な話なんだけどさ、うん、もちろんね、こうカメラに視線を向けてバチッと決めてるミックも好きなんだけど、うんうんうん、こういうちょっと食べ歩きとかオフ感が溢れてるミックもうオタクの目線だね。聞いてる人みんなうんうんってなってるとあの伊藤美久オタク代表として言わせてください、うん、多分みんなこれ好きだと思う。ありがとう。え、美久はなんかお気に入りなさ衣装とか写真とかあるの？そうだね、私ね、うん、お休みっていう、うん、お休み部屋着のやつがあるんだけど、結構最初らへんかな。これか。そうそう。あー、これいいね。本当に眠くなっちゃったりとかするぐらいリラックスしながら撮影してて、うん、へー、そう、すごい楽しかった撮影自体が。うん、お家にいるミックって感じがして、お家感がね、すごいある。これもオフ感があっていいな。しかもこれさ、カードの裏にはさ、うん、こうちょっと一言質問みたいなのがあるじゃない。そうなの。例えばさっき私が気になった子供の頃のミックの写真の裏にはね、うん、子供の頃の夢はっていう質問に対して、アイスクリーム屋さん。知らなかった。そう、なりたかった。アイスクリーム屋さんになりたかったの。え、だってさ、くるくるってするだけでいいんだよ、仕事。あ、そこなの。その低燃費さが良かったの。そうそうそう。で、しかも可愛い制服着てさ、うん、こう冬とかはちょっと暇そうじゃん、勝手に言ってますけど。いや、忙しいところもあると思いますけど、アイスクリーム屋さんどこも忙しいと思いますけど、それちょっといわゆるオフシーズンっちゃオフシーズン、ね、オフシーズンで働きたいなって。あー、なんか子供の頃から現実主義者なんだね。そうなの。あのね、コロコロ丸くさするやつあるじゃん、アイスクリームを作って、うんうんうん、あれがすごい好きだったっていうのもある。あれやりたいって。私もさ、あれでありたいがためにさ、うん、大きいアイスのボックス買って、そうそうそう、くる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 やってた。やってたよね。私もスプーンでやったりとかしてたわ。これ誰しも通る道なのかな、ね、女子は通るのかもしれないね。いや、本当に素敵なので、ぜひ皆さんぜひゲットしてください。よろしくお願いします。そして私はね、うん、もう一つお話ししたいのが、うん、髪切ったね。あ、そうなの。切ったのちょっと前だけど、ね、2,3 ヶ月前ぐらいかな、うん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 、なんだけど結構私も慣れてきました、この長さに。慣れてきた、うん、やっと。なん
か髪長いイメージがさ、そうよ、あさかちゃんに会った時はもうすごい長い時だったから。そうだね、長い長い。うん、それから初めてボブ自体は、そういうわけでもない。いや初めて、この短いの人生で。だから似合わなかったらどうしようってすごい切る前思ってたんだけど、だから何でも似合うよ、うん、でもなんかすごい伸ばしてたから一気に切るのって結構勇気がいったんだけど、うん、そうだね、なんか10センチとかじゃなくて多分3、40センチ単位でバサッていくわけじゃん。そう、がドキドキして、うん、ちょっと切る前とかおじけづいたりもしたけど、あらあらあら。でももう今回のリズミックフレーバーを作るにあたって、うん、こうビジュアルイメージとしてもうボブっていうかショートのビジュアルイメージがもう出来上がってたから。そうだったんだ。それもあってもう切らないと仕事にならんみたいな、プロじゃんっていうリズミックフレーバーにならんみたいなこともあったから、うん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 、もう切らねばってなって。へえ、まあ髪長いといろいろねヘアアレンジとかでバリエーションできるかもしれないけど、うん、もう髪短くてもできることいろいろあるしね。そうそう、やっとこうなんかいろいろメイクさんにも教えてもらいながら、うん、こういうアレンジがあるよみたいなのでやってもらったりとかできるようになったけど、矢坂ちゃんは髪短い時とか あったんだよ。あった？ミックと出会う前は、うん、私も黒髪ボブだったの。あ、ね、いいじゃん。でもね、うん、でもね、なんか、うん、でもね、芋っぽかったの。え、私はもうあのね歴史を封印したいと思ってるんだけどね。流行ってるじゃん黒髪ボブとか。いや流行ってるんだけど朝香の顔には合わないの。え、そう、なんか当時まだ高校生だったからってなるかもしれない、うんうん、ああなるほどね、うん、でもなんか顔自体もね、なんか包み隠さず言うとこけしこけしっぽいのよ。いや確かに、まあ、黒髪ボブはこけしになりがちなんですよね。そうなりがちなんだから、がちそのこけしっぽさをどこで垢抜けさせるかっていうのがポイントで、ポイントね、全抜けさせれなかったの。だから未だに髪切るのがトラウマになっちゃって、もうボブにはできないって、もうこけしになったらどうしようって。今結構長いよね。今すっごい長い。そうだよね。そうだからここからねまた切るってなると、うん、あの時のがフラッシュバックしちゃう、黒い歴史が出てきちゃうから。でもボブってが短いの、私出会った時多分朝香ちゃん肩ぐらいじゃないかな。そうそう、あのセミロングぐらいだったと思う。そう、あの時もすごい可愛かったよ。え、本当、うん、じゃあ切る。いや意志弱、推しに言われたらね切るしかないでしょ。ね、もう本当にそんな私の大好きなミックなんですけれども、うん、12月23日にサードアルバムリズミックフレーバーをリリースされました。ありがとうございます。これさ、うん、私の勝手な推測なんだけど、リズミックフレーバー、うん、そうってことで合ってんの。ミックが、そう、ミックが入ってるよっていう。あ、よかった、なんで、あ、正解です。そうなの、素晴らしいなと思って。でしょ、これね私が考えた、素晴らしいと思います。ありがとう、そう言ってほしいから言いました。自分からわざわざ。これそうなの、ミックのじゃあ、うん、いろんな味というかいろんな顔が見れるよみたいな。そうそう、なんかこういろいろアルバム作るにあたって、うん、今回どんなのにしようかコンセプトみたいになってた時に、こう私の楽曲の中でこういうリズムが楽しい曲とか、こう体が乗っちゃう曲っていうのがたくさんあるねっていうことになって、うんうんうん、ではリズムっていうのを入れたいなと思って、でそんなリズムのいろんな、まあ、アルバムにありがちだけど、こうなんとかボックスとかさ、うんうんうん、なんとかまとめみたいなのってアルバムらしくていいじゃん、うん、そういうのないかなと思って、いろんな種類があるっていう意味の言葉を探した時にフレーバーっていうのがなんかすごく、フレーバーってね、なんかいろんな種類があっていいなって思って、うん、味っていう意味でしか基本英語はフレーバーって使わないけど、うん、日本語って多分いろんなね捉え方ができるから、ね、そう、だからこれはやっぱりセンスあるなと思ってたけど、ミクが考えたんだね。ありがとう、すごいよ。しかもアルバム自体のリリースは1年半ぶり。あ、そうなんですよ。でも1年半でまたアルバム出させてもらえるのがすごい、私的にはすごい嬉しいし、きっとファンのみんなも待ってたよ1年半。そうだね、その間もこうシングルのリリースとかもさせてもらってたから、うんうん、その曲たちがこうどんな風にアルバムに入るのかなみたいなのもこう気になってた人が多かったんじゃないかなって思いますね、じゃあここでね、そのサードアルバムから1曲聴いていただきたいと思いますので、うん、ニック曲紹介お願いします。
はい、12月23日にリリースしたサードアルバムリズミックフレーバーから伊藤美久でビームユー。伊藤美久ちゃんが12月23日にリリースしたサードアルバムリズミックフレーバーからビームユーを聴いてもらっています。はい、ありがとうございます。今までなかったミックの曲、そう、だいぶ挑戦的な楽曲っていうか、うん、新鮮だと思うんですけど、うん、わざと声を近くするために音数減らしてたりとかして、そう、だったりとか、結構距離感みたいなのを感じてもらえる曲じゃないかな、近めに感じてもらえるんじゃないかな、うん、そう、やっぱ音数が少ないからミックの声がすごいストレートに入ってくるんだよね。でも独特なこのリズム感っていうか、そう、だからさっき言ってたそのリズム、うん、がまさにすごく耳に残る、うん、曲だなと思って。ありがとう。もう歌詞とかはすごい可愛らしい感じの歌詞で、あざとい、あざとい、ストレートにもう、うん、可愛いっていう狙い撃ちとか言っちゃう感じの、ね、だから多分ビームユーってことなんだよね。狙いよっていう、そう、狙いをビームしちゃうよっていうような。狙われてますわ私今狙ってますよ今そんな笑い方、目見て言われちゃうとさ、照れるしかないよ , 笑い方よ。私パーソナリティやっててよかったわ。特権だよね。目の前にね、今座ってるから、目の前で狙ってるよって言われるの。アクリル板はあるけれど、アクリル板を挟んで挟んでね。で、今回のアルバムにはですね、うん、6枚目と7枚目のシングルとして発表した4曲を含む、はい、全11曲が収録されています。そう、結構新曲もたっぷりでお届けしております。はい、うんうん、今聴いてもらってるリード曲 BMU は人気急上昇中の女性シンガーソングライター竹内アナさんが作詞をされていて、うん、なんと作曲はサウンドプロデューサーとして多くの歌手の楽曲を手掛けてきた田保浩一さんが担当されています。はい、すごい、田保さんが、そう、とても、まあ、タボさんとは、恋はムービーっていう楽曲で一度ご一緒していて、はい、で、またこうやってご一緒できたのがすごい嬉しいし、はい、まあ、タボさんの思い描く、僕もやりたいと思ってた音楽像みたいなのもこう入れてもらったりとかしてたみたいで、すごくこう楽しくこだわりを持ってね、楽曲作っていただけたなって思うし、あの竹内アンナさんはめちゃめちゃ同世代で、そう、多分私よりも年下、うん、でシンガーソングライターとして今ねめちゃ急上昇してる、ね、そうですよね、ね、人気の方だから、だからなんか同い年の女の子が書いてるなって思う歌詞とかもこうところどころにあったりとかもして、確かにこう同世代だからこそ共感できるのって意外と多かったりするから、そうだからそこがねやっぱバチッとハマったなってすごい思った楽曲ですね。そして限定版のブルーレイには Beam You と Good Song のミュージックビデオとメイキングが収録されています。はい、ね、2つともねショートバージョンが現在 YouTube で公開されてるんですけど、うん、Beam You のミュージックビデオはさ、うんうん、髪の毛がさ長い時と短い時で、あ、そうそう、両方のミック出てくるじゃん。そう、あれってまさか前に撮影をして、うん、切った後に撮影をしてって、そう、だから2回撮影したの、2回撮ってるってことだよね。そう、大掛かりな撮影だそう、あの2日間に分けて撮影してて、うんうん、で最初にグッドソングは髪長い状態で撮影して、うん、でその日の違う時間に夜とかにビームユーのそのロングバージョンのシーンだけ撮影して、1日に2回回しってこと？そう、1日に2曲撮ったってこと。イベントみたいに言っちゃってごめんね。2回回しって言っちゃったけど。昼公演、夜公演みたいな。でもまあそういうこと。1日に2回撮ってって、次に髪短くなって、で、そのシーン、他のシーンを全部、ビームユーのを撮るっていう感じで、そう、うんうん、そう、せっかく髪切るんだったらね、うん、なんかどっちもあった方が、こう面白い MV になるかなって思って。うん、でもウィッグって髪型変えるとかっていうのはちょっとたまに聞くけど、うん、自分で髪を切って自己プロデュースじゃないけどそこまで徹底してやる方って私初めてかも、見たの。そっか、もうでもなんか切ることがもう決まってたから、うんうんうん、じゃあ長いのも頑張って綺麗に伸ばしたんなら綺麗なうちに残しといてもらおうみたいな感じかな。あの女の子を髪伸ばすのって本当に何年もかけて伸ばすじゃない。結構大変なんだよね。そう、努力の結晶ですよ。おー、ありがとう。そう、だからそれがねちゃんとお写真とかも含めて音楽のミュージックビデオに残ってたっていうのは
素敵だなって思いました。個人的にもめっちゃ嬉しかったですね。ぜひ限定版通常版ともにミックがね、はい、ブドウを唇に当てた可愛らしいジャケットがそう目印ですよ、うん、見れちゃうので、うん、ぜひ皆さんお手に取ってみてください。よろしくお願いします。その他にもお知らせがあるということでお願いします。はい、リズミックフレーバー発売記念イベントを開催いたします、うん、1対1のオンライントーク会なんですけれども、はい、愛知だと2月14日バレンタインじゃん、うわに日曜日に名古屋駅の第3対抗ビルでモニター越しでやらせていただきますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、そして来年1月30日の土曜日無観客会場からの生配信ライブアニマックスミュージックス2021オンラインサポーテッドバイユーネクストの1日目に出演いたします、うん、ぜひ見てください。そして伊藤美久ライブツアー2021リズミックビームユーを開催いたします。3月6日土曜日大阪サンケイホールブリーゼ、3月21日日曜日パシフィコ横浜大ホールです。よろしくお願いします。そして T カードが店頭発行がスタートしておりますので、じゃじゃーん、今持ってます。私もはい、私 T カードになっちゃったのでもしよかったら店頭で発行をしてもらえたら嬉しいです。ちなみに T カードってさ、何枚も発行してもいいものなの集めようとしてるそう、ちょっとうん、いけるいけるよ。OK なんだ、うん、そうか、じゃあ私これゲットします。あ、やったー。これでお店に行って伊藤美久くださいってもらえるってことそういうわけじゃない。でもそう、おかしい、伊藤美久くださいってのおかしい伊藤美久ちゃんが写っているカードくださいっていうね、そう、カードください、 T ポイントカードくださいって言えばやっぱ出てきますね。美久はもらえないからね、 T ポイントカードがもらえるからね。ぜひね、蔦屋さんとか朝日屋書店さんでゲットしてもらえたら嬉しいです、うん、ね、本当に素敵なので私も絶対使いたいと思います。お願いします。その他の伊藤美久ちゃんの最新情報はオフィシャルホームページや公式ツイッターをご覧ください。ということでミックとはそろそろお別れの時間が近づいてきました。相変わらず早いよね。あっという間だね。あっという間このラジオ本当に。なんでなんだろう。普通にね、久しぶりに会ってわーって話したら終わっちゃってたみたいな感じだよね、うん、ねー、本当に今日会えて嬉しかった、うん、また呼んでくださいぜひ。ぜひぜひ本当にいつでも、本当いつでも遊びに来ちゃうんで、やったということで最後にリスナーの皆さんにミックメッセージお願いします。はい、改めましてですけれども、私のサードアルバムリズミックフレーバー発売中でございます。こだわりをたくさん詰め込んだアルバムとなっておりますので、ぜひ聴いてください。お願いします。はい、改めまして伊藤美久ちゃんのサードアルバムリズミックフレーバーは好評リリース中です。皆さんぜひチェックよろしくお願いします、うん、ということで今日のゲスト、ミックこと伊藤美久ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。改めましてこんばんは、あさかです。いや、久しぶりのミックだったからね、もう1秒でも多く生のミックを拝もうともう目を離さなかったよ彼女から。今ね、トレーディングカードのミックスミック、今ここにいる子がさっきの目の前までいたのに寂しいということで、ここで私の曲も聴いてください。こちらなんと今日初解禁です。やったー。まあ一言で言うとお祭りソングになってます。まあ、こういうご時世だからこそ明るく前を向いて一緒にお祭り騒ぎしませんかという曲になっております、こちら1月から放送開始となるテレビアニメゆるキャンシーズン2のオープニングテーマシーズダデーのカップリングになってます。聞いてください。朝香でパーティーフィーバーナイト。どうですか、騒ぎたくなったでしょう。ぜひ、いつかねライブができる日が来るのを信じて私も待っておりますので、みんなもそれまでにイメトレたくさんしておいてください。ということで聞いてもらったのは朝香でパーティーフィーバーナイトでした。この曲も収録されている来年1月27日リリースのニューシングルシーズダデイのリリース記念イベントをオンラインで開催します。1月16日土曜日ネットサイン会で行います。そしてさらに1月24日日曜日オンライントーク&ミニライブもあります。ぜひ今日聞いてもらっていいなと思った方はミニライブで、生の朝香を受け止めていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。頑張って歌うよ。
また私と同じ事務所の先輩で声優の木野ひなさんと YouTube で木野わさチャンネルを開設しました。毎月第2火曜日夜8時から木野と朝香とをプレミア公開で配信中ですので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。いずれも詳しい情報は朝香の公式ホームページや Twitter をチェックしてください。そして番組の実況はハッシュタグひらがな4文字アニナイをつけてツイートお願いします。番組公式ツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。ということで今回は年内ラストの放送でした。ニックでよかった、嬉しい。お尻締めくくる1年最高やな。いやでもね、2020年をまたこうやって1年アニナイで過ごせたっていうのは嬉しいですよ。来年もこういうコメント言えてるといいね。私もね、いろんなアーティストさんやら声優さんと一緒に楽しくお届けしていきたいと思いますので、今年1年本当にありがとうございました。来年も楽しんでいきますよ。ということで早速その来年2021年最初の放送は、声優ユニットをトライセールの一員としても活躍されている声優で歌手の夏川椎名さんがスタジオに遊びに来てくれます。それじゃあ来週も朝霞と歌活しよ。今年の1年もミックのことしか考えてなかったね。